忍者は高速な動作を重視した小さなビルドシステムである。より高レベルなビルドシステムによってビルドファイルを生成するように設計されている点と可能な限りビルドを高速に行うように設計されている点が他のビルドシステムと大きく異なる点である。本質的に忍者はメイクの置き換えを意図している。メイクは増分ビルドまたはリビルドをした場合に低速である。 例えば、4万のファイルを単一の実行ファイルにコンパイルする Google Chrome のような大規模プロジェクトでは、このことは開発者の作業をかなり遅らせてしまう。実際、Google Chrome は忍者の主要なユーザーであり、忍者自体の開発の動機となったプロジェクトでもある。忍者は Android の開発や多くの LLVM 開発者にも使用されている。メイクとは、 対照的に忍者のビルドファイルは手書きされることは意図していないので文字列操作などの機能は欠如している。代わりに忍者のビルドファイルはより高レベルなビルドシステムによって生成する。クメイクとメソンは忍者のビルドファイルの生成に対応した著名なビルド管理ソフトウェアである。ありがとうございます。